皆さんご機嫌いかがですか。 CGMTV の信仰と人生の時間がやってまいりました。毎週この時間、素敵なゲストをスタジオにお招きしてお話を伺ってまいりましたが、今日も皆様に素敵なゲストをご紹介したいと思います。省エイクリエイトというこの株式会社がございますけれども、そこの執行役員並びに社長室長をもしておられますけれども、同時にこのグループ企業の中の一つでありますパルティというこのそうした事業体がありまして、そこの代表取締役社長でもおいでになります宇佐美勇さんを今日はゲストにお迎えいたしました。番組の中でいろいろお話を伺いたいと思いますけれども、実に素晴らしいお働きを日々なさっておいでなんです。神に仕え、人に仕え、そして多くの人々の人生にあらゆる角度から祝福をもたらしてやまない、そんな事業体を目指しながら日々活躍しておられます、この素敵な女性勇美さんをご紹介しましょう。では最後までご覧ください。今日は本当にありがとうございます。ようこそおいでくださいました。大変忙しい日々をお過ごしだと思いますが、貴重なそういうお時間を割いていただいてですね、このひとときをお作りくださって、はい、心から改めてお礼を申し上げます。こちらこそありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。とにかく、このお名刺やこうしたいろいろ資料を拝見しますと、今私がお忙しいという言葉を用いましたけども、半端じゃないだろうなとこう思うんですね。この省エイグループという一つの、はい、そうした企業体がございますけれども、まあ、その中にいくつかの部門がございますが、はい、まあ、同時にいくつかの会社がそこに存在するわけですが、そのいずれにも重要なお立場で関わっておいででありながらですね、そういう中で、まあ、とりわけ、このパルティという、はい、この水素なんでしょうね、水素水サーバー、水素水サーバー、はい、まあ、そうしたものを人々に、まあ、ご提供なさっておられる、このパルティという、会社のですね、はい、代表取締役の社長でもおいでになられるということで、しかもこれはご自身が代表ではございませんでしょうけれども、実質代表のようで終わりになると伺ってもいますが、このビセットという、はい、これは株式会社ビセットは、何て言いましょうか、スポーツというか、はい、体というものを作るための、はい、トレーニングセンターのようなところなんでしょうか。はい、完全にプライベートで1対1でトレーニングをするんですけれども、うんうん、今高齢化社会で、うん、ロコモティブシンドロームって要介護の予防だったりとか、まあ、そういったまあ、健康に関して、うん、簡単に言ってしまうと2ヶ月でしっかりとした素敵な体にしましょうということなんですけれども、うん、ただ見た目だけを良くするのではなくて、はい、
多少病気の方でも医師のその診断書に基づいて、うん、このビゼットではトレーニングをしていきますので、うん、もう高齢の方でもしっかりと体作りをしていけるような、まあ、若い方であれば見た目を美しくっていう方は多いんですけれども。なるほど、はい、とかくこの種の乳幼体ですと、はい、若い人たちの、はい、まあ、男性女性のですね、はい、素敵なこのバディをですね、はい、そこに構築していくというかな、まあ、そういうことに特化されてる場合が多いですけど、そうですね、御社においては、はい、それよりも基本は人間の体をそこで活性化して、はい、健康体に、はい、そして同時に美しくという、はい、そういうコンセプトで、はい、ですから要介護のそういうご高齢の方々も、はい、また同時に要介護の若いけれどもいろんなハンディキャップを持ってらっしゃるような方々も、はい、そこでもって、はい、トレーニングを受けることができるということなんでしょうかね、はい、そしてまさに美しくなりたいわ、もっとこうボディがこうかっこよくなりたいなと思う人ももちろんここでトレーニングを受けることができる、はい、そうなんですかね、えそういうお働きの中で、この名刺にはご自身のこういうお写真がございますが、はい、もうまさにですね、そうしたことをご指導なさるところの何て言いましょうか、中心人物という感じのイメージを受けますが、スタッフを大勢、その専門スタッフをここで、はい、なんて言いましょうかね、登用して、はい、展開してらっしゃるんですね。ちょうどまさに明日から新しい2店舗目を荻窪にオープンするんですけれども、うん、東中野と今度荻窪に新しくできまして、うん、でスタッフもしっかりと最低2ヶ月以上、うん、ビセットでの研修を経て、でしっかりと一人一人のお客様に合わせたトレーニングをやっていくっていう、うん、そういった、うん、アルバイトの方を雇って運動させましょうとかそういったことではなくて、しっかりとメディカルフィットネストレーナーというものもおりましてやっておりますので、大勢っていうものではないんですけども、はい、まだまだ増やしていきたいとは思っておりますけれども。はい、なるほど、一人一人を大切にそこでもって育成していかれるということですね。はい、そうですか。ここにはですね、こう回しこれ多分よろしいんだろうと思いますが、はい、こうしたお体の体型の方がこういう体型にもなっていくという、はい、よくねこういう取り組みはありますが、まあ、こういうことも当然そこにあるということです。ちなみに、この本来はというと、はい、何が本来かというねことがありましょうけれどもですね、はい、本当に多彩でいらっしゃるとともに多彩なお仕事に携わっていらっしゃる。お肩書きを拝見しますとですね、一級建築士なんですよね。はい、そうしますと、建築大学において建築を修めになられて、はい、そして建築の中でもいろんな分野があると思いますけれども、はい、どのような分野でいらっしゃったんでしょうか。いわゆる意匠系というデザインの方を中心で、うんうん、建築デザインというか、はいはい、まあ、それがこの省営というグループの中のまた一つの大事な、はい、企業体になっておりますところの、はい、このオフィスデザインをしていく、はい、そういうコンサルタント業務も含めて、このなされるそうしたなんていうんですかね、デザインとプロデュースとそして施工管理も含めてする事業体を担うことをなさる、実は背後の力というか。ね、実際にはもうデザイナーがしっかりやってくれてますので、私自身は全くデザインは、今はそれをね統括するお立場でおいでになるんですね。はい、執行役員であられて、そして社長室長もしていらっしゃるということで、ございます。
でその社長さんはご主人様でいらっしゃるという、はい、ね、そうですか。そして、さらにですね、この、水素水事業というのが、はい、先ほどこのご紹介させていただきましたパルティという、はい、これなんですね、はい、これは、どういうような、まあ、一口に言いますと、はい、職種といいましょうかね、お働きなんでしょう、はい、まあ、一言で言ってしまいますと営業なんですけれども、うん、水素水サーバー、うんうん、普通 の、 当社のサーバーは家庭でも、まあ、オフィスでも水道直結タイプなんですね、うんうん、ですので水が運ばれてきたものをこう空になったら置き換えるとかそういったことではなくて、うん、はい、もういつでもそこのサーバーから出る水は出来たての水素水、はい、ということで変換されてしまうという、はい、見た目は普通のよくあるこういったサーバーなんですが、はいはいはい、よく今流行ってますね、はいはい、それが例えばガロンボトルをこう置き換えたりとかする手間もなく、うん、宅配を受け取ったりとかする手間もなく、うんうん、でこのサーバーの中で水道水がまずほぼ純水に変わります。ウイルスや不純物を一切取り除いた純水に変わった後に、ええ、その水を電気分解で酸素と水素に分けまして、ええ、で酸素は空中に、で水素をさらにその水に孵化して、ええ、水素水という形で、でその水素水っていうのが水道水から変わってこのサーバーを通って出てくるという、なるほど、水素水製造機が家に来ましたみたいな感じのサーバーです。そういうことなわけですね、はい、小さい、まあ、私は現物を拝見しませんけども今連想してですね、はい、通常 の、 水のああいうシステムがありますが、あれと想像しながら大体あれと同じだという、はい、今話でしたから、ですから全体としてその大きなもんじゃないにもかかわらず水道から直結しながら出てくるときには純粋な水素水になってるっていうのは、はい、早技というか、はい、すごい能力ですね、これ。すごい能力です、うん、はい、企業秘密だろうと思うんですけども、はい、まあ単純に言うとなんでそのように、まあ今言ったちょっとこれは酸素と水素に変えるというね、そういうことで表明していただきます、説明していただきましたが、もうちょっと言うとですね、はい、何が仕掛けなんでしょうね。まずフィルターが4つ入ってます、うん、大きなその、まあ、細菌だったりとかそういったものをまず、うん、除去するフィルターがあり、うん、塩素を取るフィルターがあり、うん、でその次には RO フィルターという、うん、宇宙の NASA で開発されたシステムなんですけど、宇宙には大量のお水持っていけないので、飲み水をどうやってしてるかっていうと、うんうんうん、皆さんの尿を飲み水に変えるっていう技術で、うん、言ってるわけですね。でその、尿を飲み水に変える技術そのものを RO フィルターって言ってるんですけど、そのフィルターも搭載してるんですね。でそこのフィルターを通るところでほぼ 99% ウイルスであったりとか放射性物質も全部そこで放射性物質も、ね、はい、除去してしまいます。問題になっている、はい、ですからお子様の安全を考えていらっしゃる家庭の方だったりとか、うん、まあ、高齢の方々も老化を遅めるっていう働きもありますので、うん、水素は、うんうん、要は酸化していくと鉄が酸化すると錆びますね、でリンゴもカットすると、うん、だんだん空気に入れて酸化して茶色くなりますよね。人が酸化するとどうなるかって言いますと、うん、老化していくんですね。老化、はい、なるほど。ですので美容家の方々でしたり、うん、あとは本当にトップアスリートの方、うん、イチロー選手も、うん、もう 6,7 年前くらいから水素水には注目していて、うん、取ってらっしゃるって聞いておりますけれども、なるほどね、特にスポーツを過激になさる方は、うん、活性酸素という悪玉活性酸素が体内に、うん、大量に溜まっていってしまうことで、うん、8年ぐらい普通の方よりも寿命が短いとも言われてるんですね。なるほど、なるほど。その錆の原因を酸化ですから、うん、それが水素とくっつくと H2O として水として出してくれるんですね、うん、ああ、
なるほど、ね、そういうことで水素水って今とても注目されてるんですね。なるほどね、はい、ですけど水素水は買おうとするとコンビニとかに売ってないんですね、うんうんうん、水素って一番ちっちゃい原子なので、うん、アルミでなくて、ペットボトルの細かい隙間も通って逃げてしまうほど の、うん、あの元素ですので、アルミパック、パックって言いますかね、アルミのボトルに入って、うん、アルミパックですね、うん、に入って例えば 500ml 500円とか、うん、通販とかで買おうとするとよく手にすることができると思うんですけども、そういうもう本当に逃げやすいものですので、うんうん、本当に当社のサーバーですと作りたてを、うん、しかも飽和状態で出てきますので、そういうこと、はい、で水道から直接その水素水に変わりますので、うんうん、ほぼもう使い放題の、ちょっとその機械を入れるときにお金がかかりますけれども、そのなんて言いますか、ある面ではそこを通って出ていく、その時間というのはそう長い時間でなく、むしろ短時間ですけど、はい、その中でそれだけの処理ができてしまう。サーバーの中に、うん、タンクがありまして、うん、冷水は5リットルで、うん、温水に関してもタンクがありますので、うん、そのタンクの中に作っておくんですが、うん、ただ作ってそのままにしておくと水が川の流れとかも見ても、うん、流れているとずっと綺麗ですよね、うん、でも一箇所に溜めたままにしておくとよどんでしまって、うん、どんどん水も腐っていきますけれども、はい、そのサーバーの中でサーキュレーションシステムという、やっぱりこれも業界初の、なるほど、はい、技術なんですけれども、1時間に1回15分ほどずっと中をこう水を循環させながら、うん、さらに水素を孵化するっていう仕組みで、5リットル作り置きをしながら作っておいたお水も、もう必ず循環させて定期的に水素を孵化するっていう形で新鮮な水を保ってますので。なるほどね、はい、それは、日本で開発されたものですか、それとも海外で開発されたものなんですか。実際には韓国で作ってるんですけど、もうこういうスペックでこういう内容のものを作ってくださいねというふうに指示を出して作っていただいてます。そうですか、はい、まあある面ではそういうことを通しながら、幾重にも人というものに対して優しく、はい、人というものの、まあ、肉体も含めてですが、人間の生きていくことのために有益な、こちらのサイドからこちらのサイドからこちらのサイドから、この省エイグループを通しながらその恵みを提供しているというか、はい、ね、はい、そういうことの気づきっていうのは、それはご主人である創業者の中に宿ったものなんですか。はいはい、もともとは省エイクリエイトという会社がありまして、うんうん、今そこで3事業をやってるんですけれども、うん、パルティという会社は5年前に作りまして、うん、でビセットという会社は、うん、創業は4年前ですかね、うん、っていう形でもともと省エイクリエイトから始まってるんですが、うん、まあ、その省エイクリエイトも主人が作ろうと思って作った会社ではなくて、うん、最初に勤めた会社で、うん、入ってみたら家賃も払えないくらいの会社だったということで、もう一生懸命営業して、で売り上げをどんどん伸ばしていったんですけれども、その当時の社長さんがその仕入れ先への支払いをしてくれなくて、未払いがどんどん増えていっちゃって、ただまあ主人の宇佐美はとにかく売り上げ上げてっていうことで、商材も増やしていく中で、各そのお付き合いの先を自分で開拓して、うん、で営業さんの窓口も自分がなっていたものですから、うん、そういった仕入れ先への未払いっていうのは、うん、全部その宇佐美本人に全部問い合わせきますし、一社員だったので責任を取る立場ではなかったんですが、そういった営業の方々にも迷惑かけちゃいけないということで、うん、でその元々の会社では結局どんどんその未払いが増えていった関係で仕入れができなくなってしまって、新しい会社を1個作って、じゃあそっちで仕入れて
こっちに売りを立てるっていう形で、なんとかつないでいこうっていう形になった時に、そのもう一個を作ったのが省エネ、最初は省エネシステムという会社だったんですね。なのでもう作ろうと思って作った会社ではなくて、借金返しのために作ったというスタートに、はい、でそれが今や大事な大事な、今日の省エネグループありきになったわけですね、はいはい、しかもそれも神様の深いやはりおぼし飯というか設備の中での出来事なんですね、はいはい、そうですか、まあ、そんなお話をですね、いろいろまあ伺って、参りたいのでございますけれども、はい、この宇佐美さんはですね、はい、ファミリーネームは宇佐美さんで、宇佐美と宇佐美で、うっかりすると私が、それを転倒してしまうかもしれませんけれども、まあ、宇佐美さんがですね、はい、この、こういうようなところにこの身を置くように、なられたのは、話せば長い物語ということなんだと思うんですけれども、はい、短くさっとこうちょっと、はい、ここへの出会い、はい、そしてここへの出会いがこの人との出会い、はい、この人との出会いがこの方との出会いということになるわけなんですが、はい、またここでの出会い、ここのここへの出会い、はい、ちょっとさっとお話してみていただいたら、はい、神様との関係においては、うん、もう40年以上ですね、全く私はなかったですね、うん、で特に宗教っていうのは、うん、弱い人が行くところだろうみたいな感じで、うん、まあ、友達でいろいろ信じてる子はいましたけど、うん、それはそれで個人の自由ですし、うん、ただ私自身はもう大嫌いだったんですね、うん、で宗教っていうとこの世の誰かをなんか奉ってる感じで、うん、みんな同じ人間なのにおかしいでしょっていう、そういうふうにしか見えなかったんですね。ただうち自身は、まあ、父とかも、うん、まあ、普通に仏壇もある家ですし、うん、仏壇もありながら神旦那もあるっていう、うん、よくある普通の日本の、はい、日本の、はい、うん、そういう中にいましたけれども、全然お経を唱える気も全くないですし、うん、ただ普通に年に1回の初詣は、うん、ただまあ、行事として行っていたようなところがあり、うん、でもお賽銭を投げて神様に祈ってはいても、祈ったことが全て聞かれるなんて思ってお祈りしたこともなく、うん、例えば今年受験だから、うん、合格お願いしますって祈ったとして、祈った人が全部聞かれちゃってたら全員受かってるわけですね、うんうん、でも現実はそうじゃないんで、そんな祈ったから全部聞かれるなんて思って祈ったこともないですし、要は神様のことはただいるんだろうなとは思っていても、特に意識したこともないし、うん、っていう、もう40年以上過ごしてきたんですね、うん、ですけども仕事を、まあ、いろんな会社、うん、いろんな職種を経験してきた中で、もともと建築不動産業界にいたんですが、なるほど、途中で金融系に行ったりとかしていく中で、金融系も行かれて、はい、神様に不思議なんですけど、うん、はっきり友達に、なんで今頃転職なの突然って聞かれた時に、うんうんうん、神様がもういい加減元の業界に戻りなさいって言ってるからってはっきり答えたのを覚えてるんですけれども、なんかその信仰が終わりになったとかなんかではないけれど、なんかヒュッとそう答えてる、はい、はい、神様が言ったからって本当にはっきり答えてたんですけれども、うんうん、本当に突然また建築不動産業界に戻りたいなと思って転職活動を始めたんですね、うんうん、でその、まあ、建築不動産業界に強い人材紹介会社に登録をして、うん、でその登録をした時 その営業の担当の方との出会いもすごく、うん、不思議だったんですけれども、うん、私がその会社に登録に行ったら、うん、私の担当の方がちょっとお腹壊してトイレ入っていて、うん、で省エネクリエイトを担当していた営業の方が代わりに対応してくださったんですね、そしたらその方私を見た瞬間に、あ、省エネクリエイトだと思ったらしくて、でその後、まあ、お腹壊していた私の担当の方が来て、普通にその人材紹介のお話をして、じゃあ何社かご紹介しますねって言って裏に行って出ていらした時に、その省エネクリエイトの担当の方が、ちょっとここ絶対紹介してって
5、6社の最後にショーイクレイトの資料を持って、うん、で入れ込んでくれて、はい、で紹介された会社の中で、うん、まあ、一番最初面接をすることになったのがショーイクレイトだったんですけど、なるほど、はい、初めはそこに入るつもりではないけど、まあ、いくつかの紹介を受けた中で、まあ、ここから行ってみようかと思ったで、はい、そこに行ったと、はい、そしたら、はい、そしたら面接で、まあ、10分15分ぐらい、うん、普通の面接らしい話をした後に、うん、突然、聖書の始めって何が書かれてるか知ってますかって聞かれたんですね。で私は田舎で育ちまして、よく道端に、うん、どちらですかご出身は。あ、私前橋なんですけど、でも田舎でもないけど、前橋でも田舎の方だったんですそう、はい、で道端にキリストの千葉とかってなんかよく看板があるのを、もう見ていて、なんか血の字だけ赤くなっていて、なんか気味悪いなっていう。なるほど。で聖書といえばもうそのキリストの関連だと思っていたので、もう40年以上聖書自体触ったこともないし、なるほど、見る気もしない。あの看板の得意な印象というものは、はい、ある面では気持ちが悪いという印象ね。そうだったんです。はい、しかもそこに聖書なんて書いてあるから、聖書とは、まあ、書いてあったか覚えてないんですけど、書いてありますね。まあ、あ、そうです。うん、だから聖書はもうあの関係のものだっていう認識でしかないので、もちろん見たことないし触ったこともないので、うん、面接で聞かれてどうしよう、これ一般常識だったらどうしようと思ったんですけど、うんうん、嘘ついても仕方ないので、うん、あ、分かりませんって言ったら、うん、そこから延々面接のはずが3時間聖書の話だったんですよ。でただ話を聞いていくうちに、うん、アダムとエヴァの話知ってますかって聞かれて、うん、まあ、神話だと思うけど知ってたので知ってます、うん、ノアの洪水の話知ってますかって聞かれまして、うん、まあ、伝説かなんか分かんないけど聞いたことあるな。そしたらダビデの話知ってますかって、うん、まあ、ダビデは彫刻にもありますし、うん、歴史でも習ったので、うん、まあ、これは事実の話として習いましたよねっていう感じでお話ししてたら、いや実はこの聖書にはそのアダムとエヴァの話もノアの洪水の話もダビデの話も全部系統立たれて書かれてる本だっていうふうに聞かされたんですね。でそれすごく驚きまして、まあ、一個の本の中にちゃんとこう歴史順序立てて書かれてる中で、まあ、一個の話は本当かどうか分かんない、でも知ってる話で、まあ、1個も本当か分かんないけど知ってる話で、1個は確実にもう事実としてあった話だと思っていたので、うんうん、じゃあこの本全部本当のことかもしれないって思えたんですね。であとは日本人のルーツが書かれてるんだよとか、イスラエルの十部族が、アッシリアに捕らえられて、そこから忽然と消えたっていうふうにはあるけれども、シルクロードをずっと通ってきたのが、今の日本の日本人なんですよってお話だったりとか、あとはもともと神様が創造したっていう本じゃないですか、で創造論っていうのに対して、私たちは進化論で習って育ってきてますから、その進化論を、ま、中学校か小学校かの時に、猿が人間に変化したって、進化したって習いますよね。でその時に、あ、絶対これおかしいと思った記憶が蘇ってきたんですね。猿が進化したとして人間になったとしたら、猿と人間の中間いないじゃないかって、絶対おかしいって思った記憶がありまして。あ、しかしすごい感覚がいいんですね。そうに感じたんだそう。すごい単純なんですけど、もう猿ももういなくなっちゃってて、でもずっと進化してきて今人間なんだよだったら、まあ、いなくなっちゃったものに関してはわからないんですけど ね、猿が今もいて人もいるのに中間がいるのは絶対おかしいって思った記憶があって、そうしてみると聖書は創造論だって言うんですけど、神様が作ったっていう話って、あ、別にそれだったら逆に納得できるかなっていうか、そっちの方がなんか矛盾することってないんじゃないかなって思ったんですね。まあそういったいろんな話を延々3時間聞かされて、すごい面接すごかったですね。で面接終わって、あ、聖書ってなるほど面白い歴史書なのかなっていう
認識が変わったんです、うんうん、で、あ、読んでみていいかもって、まあ、とても失礼な話なんですけど、読んでみていいかもってその時、うん、全くその聖書に対する考え方が変わりまして、うんうん、で、あの、読み始めてみようかなと思ったんですが、うん、まあ、あの、夕方から行って3時間夜の9時ぐらいまで聖書の話を聞いて、うん、で、まあ、普通に家に帰って翌朝目が覚めた時によく考えたら、なんか昨日の出来事はおかしかったかもしれないとかって思い始めてもしかしたらあの会社全員皆さん社員の方々洗脳されてんじゃないかなとか、うん、あの目が翌朝目が覚めたらそういう思いもふときて、うん、ちょっとあの人材紹介会社の人にちょっと確認してみようとかってもう即電話して確認したりとかしてみたんですね、うんうん、そしたらいや普通の社長さんですよとかって、うんうん、でぜひ来てほしいって言ってましたよって言われたので、うんうん、いや私のことをぜひ来てほしいなんていう社長さんもそれもおかしいかもしれないとか、うん、思ったんですけど、うん、まあ、仕事の話をほとんど聞いてなかったので、うん、じゃあもう一度ちょっと機会をいただいて、はい、今度ちゃんと仕事の話を聞かせてくださいということで、もう一度あの、まあ、面接、うん、二次面接といいますか、うん、もう一度お時間いただいたんですね。そう、普通会社の方から二次面接三次面接を要請されるんですけど、こちらから二次面接要請して、はい、そしてで、うん、2回目にあの伺った時には、うん、社員の他の方もお二人一緒で、あ、まあ、食事をしながら、最初の時は社長さんご自身が、はい、あの近づけに個人対談で面接、はい、で2回目の時は社長さんもおって他の社員も来られて、はい、うん、一緒にセッティングしていただいて、そしたらあ普通だなって思えて、特になんか変なあの洗脳されてるような会社っていうのはないなって安心しまして、で仕事のお話も聞けて、で、まあ、不動産関係に力を入れていきたいとか、まあ、あの今まで私がやってきた仕事を生かすことできそうかなっていうこともあり、で早速なんかいついつのミーティングがあるので来てくれますかとかってお声かけていただいたりとかして、まあ、そうしていくうちにあの入社ということで、うん、あの決まりまして、そうでしたか、はい、くすしき出会いでいらっしゃって、はい、そしてその会社に身を置くようになられて、はい、途中で疑問が生じるということも特別ないどころか、むしろやりがい、そして非常に興味関心が、そしてさらに未来への何かいろいろ可能性みたいなものが見えてこられたのか来なかったのかどうなんでしょう。あのちょうどその転職活動をする 5,6、うん、年前くらいから何のために生きてるんだろうってずっと思ってたんですね。あの友達とか、まあ、両親とかは、うん、まあ、一人でね、あの、まあ、仕事もほどほどにやりながらあの独身生活楽しんでるよねみたいな生活を送ってたと思うんですけれども、ただ一人になった時に、家に一人になった時に、まあ、あのゴルフ好きなのでゴルフしたり、まあ、旅行も好きで旅行したりとか、まあ、友達と食事したりとか、まあ、して楽しいんですけれども、一人になった時にふと楽しいことをしてるってだから何なんだろう、楽しいことをしてるからって何の意味があるんだろうっていうふうにずっと思い続けてたんですね。で何かのためにっていう、まあ、仕事もそうですし、まあ、人生そのものも自分の楽しいことしても意味がないんじゃないかなってずっと思ってきてる中で、その面接であの神様のことを初めて考えるきっかけができて、でそれから聖書も読み始めましたけれども、神様に関してはなんとなく聖書を読んで、そっかこういう方なんだっていうことがだんだん分かってきて、半年ぐらい経った頃にその何のために生きてるんだろうっていう答えがもうハッときたんですね、うん、あのそれが どういうことですか、興味ありますね、はい、あのちょうど仕事の関係で、あの豊島区にある教会の牧師さんのところに行った時に、帰り際にこれ僕が訳した本だから読んでごらんなさいっていただいた本がありまして、それがあのアメリカの牧師さん の、あのリック・ボレンが書いた人生の5つの目的という本だったんですね。でその本を開いた瞬間に、ずっと 5,6 年の間何のために生きてるかっていう答えがストーンってきたんです。それが神様だったんです、私にとっては。で簡単に説明しますと、あの私たち両親にはもう本当に親の愛はあの無償の愛ってよく言うと思うんですけれども、本当に
自分に対してこう愛情を注いでくれた両親とか、うん、そういった人には必ず恩返ししたいとか、うん、もうそのためにこう何かしたいって思いって誰でも思うと思うんですね、うん、それのもう究極版が神様だなっていう。なるほど。簡単に説明するとそんな感じですね。そう、そした時の感動というか、はい、喜びというか、探してたもの見つかったみたいな、はい、ああ、そしてものすごく喜びとともにものすごいこう平安というか、はい、これで人生やっていけるっていう確信みたいな。そうです。本当に積極的に死のうとか思ったことは一度もないですけど、うん、もう今死んでも別にいいかなっていう思いでずっといたんですね、うん、それがもうふと思った時にはあ、もう神様のために生きるって、それこそ本当に目的ができたっていう、そしてそれから時を必要にしていくばっか経て、はい、見事に、クリスチャン宣言というか神の子として、はい、生まれ変わって、はい、そして新しいキリストにあるところの人生が、はい、そこでもって開花したというわけですね。そうですね。そう、もう絶対に神様を知らなかった頃には戻りたくないっていう、そう、もう絶対神様から離れたくないっていう。そうしますと、さっき僕が質問したいかにしてこの事業体このところにいらっしゃったかということが分かりました、はい、いろいろ取りながらね、建築家としてもある面でいっぱいし、その建築デザイナーとしていける資質があり、けれどもそこに対して満足を覚えずに金融業界の方にもこう身を置かれたり、しかもそのことを日本国内においても学ばれたでしょうけども、プロフィールを見ますと海外においても何か学ばれたことがおありなんですか、そういう時期が。ちょっと語学留学で、その語学留学をなさったということの中にはやっぱり国際的なグローバルな時代が来ている、はい、そういう中でやはりそうしたグローバルの視点でものを考え、はい、ことを生み出していかなきゃならないみたいな、はい、やっぱり思いがあったんでしょうね。そうですね。そういうふうにしていきながら元の、そのやっぱり自分は不動産のそういう、会社に、こう戻ってみようかなみたいに思った時に省エイクリエイティブのとの出会いがあって、はい、この事業体へこの見送ることができた。それが一気になんとこのお方と言われる神様との出会い、はい、主との出会い、はい、ねえ、はい、うん、本命であるところの人生をそこで見つけた、はい、そしておりますうちにこのところこのお方そしてこの人と結局出会うことになって結婚となったというそういうことがあったんですよね。はい、うん、それは、はい、結婚までは2年ありましたけれども、うん、結婚するしないとかっていうことで、うん、まあ、するのかしないのかみたいな、うん、時期でずっと2年ありましたけれども、うん、結婚はどっちでもいいかなって思った頃に結婚しようって言われたっていう、実際はそんな流れなんですけども、うん、聖書を読み始めてみるとその女はまず男の助け手として作られたってありますね、うんうん、で私はもう40を過ぎて、うん、神様を知ったっていうのがありますので、うん、もうその年齢になっていた時に、うん、もう結婚しないだろうと思ってたんですね。誰のことも好きにならないだろうって思ってたんですけども、神様のことを知って、で聖書に女は男の助け手として作られたって、うん、もう最初の方にありますから、うん、神様は私は女としてあなたが作ってくださいました、うん、っていうことは誰かの助け手として作られたんだと思います、うんうん、でその助け手となるその相手の人を、うん、どうか、うん、どの人なのか、うん、もうそういった思いでずっといたんですけれども、うん、まあ結婚してもしなくても、うん、まあしないならしないで、うん、結婚しなければ主に
本当に喜んでいただけるようにって頑張るけれども、うんうん、結婚してしまえば、うん、あの旦那さんに喜んでもらおうっていうふうに気持ちがいっちゃうところもあるから、うん、結婚しないならしない方がいいよとも、うん、あの言われているところもありますし、うんうんうん、ただあの私は、まあ、どっちかっていうと神様はあなたが男の助け手として女を作ったっていうその誰かの助け手になるんじゃないですかみたいに聞いてたところもあったんですね、うん、ですけどやっぱりもう神様知ってからはもう神様に向いてる人じゃなかったら絶対結婚はありえないと思ってましたし、うん、なるほど。そういう中で、まあ、あの主人はまあ神様に向いてる、うんまあ、神様を教えてくれた人でもありましたし、うん、でその仕事をしながらも会社をしながらもノンクリスチャン向けの方々にその 2,3 ヶ月に1回あのホテルであの会を開くっていうあのクリスチャンの方をスピーカーとして招いてであの事業をしているビジネスマンの方々ノンクリスチャンの方々をあの呼んで、うん、でちょっとでも少しあの一人でも多くの人に神様のことを伝えていこうっていう、うん、そういったこともしてたんですね、うん、仕事の方、うん、はい、であの私が会社に入ったポジションからも、うん、そっちの、あの手伝いもすることがありまして、うんうん、まさにそういった神様のことを伝えるっていう方になると私もすごく嬉しくて、うん、そういった仕事ができるっていうことも嬉しくて、うんうん、まあ、そういう中で、まあ、結婚に関してはもう絶対神様向いてる人じゃないとっていう思いがあり、うんうんうん、で、まあ、神様が女は男の助けてっていう部分でも、うん、まあ、誰かあの、うん、備えてくださいみたいな祈りはずっとしてました、うんうん、はい、そう、そこにご主人の方からプロポーズがあった。そうです、2年後に。そうですか、はい、それがなんと社長であり、はい、最初に面接した時に3時間もかけて、はい、聖書とは、はい、ね、そして決定的に素晴らしいお方との出会いをそこに作り出してくれた、はい、かけがえのない、はい、お方だったわけですね。そうですか。そしてご主人とそこで結ばれなかった。あの本当はここでご主人のお写真を私が結婚式の時の写真をですね皆さんにじゃ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 ーんとこうお見せしたいところですが、また、そういう機会もあろうかと思いますけれどもね、そうですか、宇佐美社長は隠して、今までは独身社長だったわけですね、こうして神様によってここにあの素晴らしい永遠の伴侶を与えられ、勇み足になってはいなかったか勇みさんをついに捉えて2年かけて捉えたんですからじっくり、祈られてこの人というふうに神様から導かれたんだと思いますが、ねえ、そうですか。おめでとうございます。ありがとうございます。遅れますながらおめでとうございます。そしてこのご事業体も当初に比べてこの良き助けで、時にはどちらが助けてかわからないように表裏一体になりながら神様と人々のためにそれこそ祝福を届ける、はい、こうした先ほど申しましたようにね、ある面で全人的な、そしてこちらの角度からこちらの角度からこちらの角度から結局人々の幸せな生活人生を立て上げていく、こういう事業体をね、立ち上げてここまで、伸ばしてこられた。そういう中にですね、グレイス21っていうか21といいますかね、こういうミニストリーもあるわけですよね、はいはい、これは、はい、あの先ほどちょっとお話ししましたビジネスマンを集めて、うん、そのクリスチャンといいますかあの神様を伝えるきっかけみたいなのを、うん、あのしていたのをあの自宅であの定期的にやっていこうっていうのを、うん、
始めて、うん、でそれがだんだん大きくなっていって、うん、でグレース21という今は教会でやっています。教会になったわけですね、はいはい、そしてご主人は牧師さんでも終わりになるわけですね、はい、神学校を傍ら仕事をしながらお納めになられて、そしてオーディンを受けて牧師となられて、はい、そしてそこで、牧師夫人としても使えてらっしゃると同時に、この千葉テレビ、はい、埼玉テレビ、はい、FM、これは82.2 って言うんですか、はい、これは英語で呼ぶんですかね、FM 八ヶ岳というふうに、八ヶ岳方面の、八ヶ岳方面の、はい、FM 放送、それを 82.2 というんでね、はい、周波数がこのね、はい、ね、これを読むと八ヶ岳という、はい、ね、うん、そこでもってご夫妻で番組に対ずご出演なさって、そこでノンクリスチャンの方々にこの本当にそれこそ奥様がご主人からあのような導きを受けて自然と、うん、そうだよな、そして特別なことじゃなくて、いやこれこそが自分たちの日常でなければならないんだと言って、すっと聖書の世界、イエス様の中に、そして信仰、即生活に、はい、導いていく、そういうテレビ番組、はい、ラジオ番組の、はい、なんて言うんでしょうかね、そういうのをね、そういうお二人としてキャラクターではない、ね、まあそういう役割をしてらっしゃるわけですね、はい、パーソナリティというのかしらね、しかも夫婦でなさって、はい、これご主人様です、はい、ね、素敵、今度聞いてみましょう、はい、そうですか、さあこのようにして本当に素敵な神様によるところの働きを担ってらっしゃる、神の良き助け手でもあられる勇美奥様、どうぞここにいつもゲストにですね、はい、この番組では言葉を残していただくんです、はい、どうぞお心にあるこれを大切にしています、今これが私の言葉ですという言葉を書いていただいて、お名前をお書きくださいますか。はい、一文字とあと名前、そうですね、字を書いた後、はい、名前を書いてください。どういう書き方でも結構です。はい、じゃあ名前は漢字がやっぱりよろしいんですかね。いや、いかがでも構いません、はい、では、ただそのままストレートに、いや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 、なかなか手慣れておられますね。やっぱり建築家であってこうやってデザインしてらっしゃるからかもしれませんがね、のーんと許す宇佐美、宇佐美ですね、その心は、はい、字手紙っていうのをちょっと習ったことがありまして、うん、その時はがきに、漢字一文字を書いてくださいっていうのがあったんですね、うんうんうん、その時にやっぱりこの許すっていう字を書いたんですけれども、うん、本当に満たされてる時っていうのは、うん、怒ることなんてないでしょうっていう、怒るなんてありえないっていう、そういうことを経験したことがありまして、なるほど、まあ、イコール、まあ、何でも許せるっていう心境だと思うんですけれども、うん、許すっていうのって自分に対しては甘いので、うん、何でもまあいいやとかってありますけど、うん、とかくやっぱり人には厳しくなってしまったりとかありますけど、うん、やっぱり神様のことを思った時に、うん、すっごい神様忍耐力だなと思いますね。もう我々のもう本当に心の動きから何から知ってらっしゃいますけど、うん、私たちが神様に帰っていった時には、うん、全て許してくださる、もう本当にその心に神様の思いに
ね、素晴らしい恵みだなって感謝するとともに、自分もそうありたい、でそういう私自身が神様のことを表せて、神様の存在を一人でも多くの人が知ることができたらいいなって。なかなかできない、もう全然できないですけども、とても及ばないですけども、はい、神様の心じゃないかなと思います。神様の心、許すという中にこそ、そこにいっぱいあふれるほど映し出されている、その心を心として、そのような心の人であり人生でありたい。許している時っていうのは一番最高に恵まれている時なんだとも、それを読み取ることができる。大切な、とても深い意味を込めた言葉をいただきながら、今日のひとときを結ばせていただきたいと思います。本当に今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。いよいよご活躍ください。ありがとうございま います。皆さんいかがだったですか。誠に今日また素敵なひとときを過ごすことができたのではないでしょうか。勇さんの神様との出会い、このお方との出会いを語っていただきました。しかしこの出会いのためには、この場との出会い、そしてこの人との出会いがありましたね。そしてこの場もこの人も、そして神様は勇さんご自身と出会ってくださるために、すべてのものをそこでもって最善にお持ちになられて、ご説明のうちについにこのような素晴らしい勇さんのご生涯を、このように神様は綴っていてくださるわけですね。私はこれから先の、さらに先の先の神様によって綴られていく勇さんのこのご生涯というものに、大きな何か期待と、また興味関心と、またエールを送りたい思いがいっぱいになりました。その勇さんがここに書き残してくださった言葉、許すなんていう素晴らしい一語を書いてくださったことでしょう。人は恵まれている時には怒ったり、何か人を裁いたりしないで許せる。神様というお方は私たちにとってなんという素晴らしい許す愛、どんなことがあってもそれを全部吸い取るように受け止めてくださる大きな愛と恵みの許しの主、その方を思うと、自分もそのような心の人でありたい、こうおっしゃって番組を今日結ばせていただきました。では皆さん、お互いもそのような心を持って生きていくもの、歩んでいくものであらせていただきましょう。ごきげんよう、さようなら。また来週この時間。この番組は神様の家庭を建てる父の学校提供です。